新日本のあげポッドキャスト、さあ始まりました。もっと新日本のあげ、もっと新日本のあげポッドキャストのお時間でございます。私が立川こちら、そして我々のプロデューサーがこちら、広瀬和夫です。どうぞよろしくお願いします。なんかまた一人足りないような気がしますけどね。いや、まるちゃんがね、ちょっと今日もしてんですよね、いつは本当に、まあ、とんでもない男だね、うん、こう忙しいんですよね、1月はね。1月、今1月ちょうど、今も1月なのかどうなのかよくわかんないですけど、まだ1月なんですか。まだ1月なんですかね、まあ、とりあえず収録してる時点ではまだお正月ですから、うん、お正月です。そうですね、噺家の皆さんはお正月は忙しいと言うんですけど、みんな言いますけどね、僕はね、忙しくないですね。円楽一門会はでも寄せあるでしょ。寄せがありますよね。ね、忙しいっていう、あのね、でもそっか、みんな出るから。そうですね、だあの要するに、あのいい例えば2件とか3件とか重なることがあって、うん、で僕らはもちろん、あの多分これ一番忙しさとかを表現できるのは、うん、マルコアインさんだと思うんですけど、うん、大きな組織に所属してると、1件、2件、3件ってその掛け持つわけですね、1日に。そうすると、あの1件目と2件目の間が忙しいんですよ。あ、だからあの1件目からいきなりそのバタバタバタっていう感じではなく、うん、1件目行って2件目と3件目、その間が、うん、タイムラグがあの短いんです、通常よりもね。うん、で、3件目が終わった後は、うん、そのさほどでもないですよね。やはりこれはあの例えば5分とかの講座をそれぞれ、うん、あのタイムラグ35分とか40分とかでこうこなしていかなきゃいけないから、うんうん、バタ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 ってやるんですけど、うん、要するにその時間自体が終わってしまえば、うん、むしろ正月の方が、うん、あの時間はあるような気はするんですよ。うん、あのなんとなく、はい、でもやってる感はあるよ。うん、動いてますから、ね。うん、元日ってどう過ごすんですか。はい、あ、元日年末年始、うん、僕は毎年決まってますね。毎年は決まってますね。どんな感じなんですか。ルーティンがあるんですね。ルーティンがあります。うん、年越す前は、11時半ぐらいに、うん、まあ31日ですね、うん、は、11時半ぐらいに、大楽兄さん、うん、大楽師匠の息子さん、うん、大楽兄さんと、うん、この2年3年は、法相と、法相っては三遊亭法相、三遊亭法月って言うんですけど、4人で、うん、飲みながらこす。あ、へえ、これはもうどこでですか。これが最近ね、ほんと31日営業してない店が多いんですよ。うん、だから近くで、あざそんないいところじゃないですね。満喫師匠のお家じゃないんですか。違うんですよ、それが近くにある、うん、あの外国の方がたくさん泊まるようなバックパッカーとかたくさん泊まるようなホテルがあって、あ、うん、そこの、1階は、うん、その要するに年越しを兼ねている外国の人がいっぱいいるわけですよ。なるほど、日本でとこそうという、そう、わー盛り上がってるところで一緒に年越しする、うん、おー日本っぽくないね。それ外国におけるコシラさんみたいな逆だよね、外国人に来させてるの、うん、俺たち。そうだね、すごいね。だから3、2、1みたいなのを聞きながら、2ね、はい、2じゃない、2 ムカつくなこいつこいつムカつく、俺が聞いたらリャンだったけどね。スリー、え、そうだったかな、うん、サンリャンいいじゃなかったかな。もうそれ大陸の人がたくさん泊まりに来るところですもん。それで年を越して、うん、カウントダウン終わって、カウントダウン終わって5時ぐらいに家に帰って、そんな飲んでんだ、飲んで、でまあ帰って、うん、で朝7時に起きて、うん、で弟子が8時に来て、うん、9時半にうちの師匠のとこ行く。5時に帰って77時に弟子役で、7時に、準備しないと、そういう日は黒紋付き、ああそうですね、うん、で弟子が来て、師匠のうちに行く、うん、そうですね、で師匠のうちで、師匠のうちで9時半に集まって、はい、そこからうちの師匠は深川に住んでますね、富岡の八幡様にお参りに行って、でそこから両国の両国邸に入る。うん、で両国邸で新年の集いがありますんで、うん、新年の集いをそこで主な儀式が
進行するんですね。あで大体この会議みたいのがあるわけだ。そうそうそう、うんうん、で今年はこれについての決定、とこれについてのこれをついて議題に挙げるということを、うん、あの新年一発目で話をして、うん、でその1年間であのそれを詰めるっていう種をまあ植えやってでそれを、1時間半ぐらいやりますかね、うん、でその後乾杯、はい、であのすぐにその年その三が日は、昼間からずっと寄せあ両国亭が両国亭、うん、始まりますので、うん、ずっとそのままあの流れでずっとじゃあ飲んだ後みんなやるんだ飲んで後に上がる人もいます乾杯して、うん、やーだー、ね、だからそれはあのベロベロに酔っ払ってるのはあの何人かですよ いるんだよいるんだよしどろもどろになってる人も俺ね今年大変だよ元日さヘドモドになった人の次の次に上がったんだよ、うん、俺までヘドモドになっちゃったそれはお前の責任だわおかしいなと思ってさそうよく考えたら2時間しか寝てないんだねそうそうそう5時まで起きてるからそうなるよくないねやっぱり王楽さんとか王将さんとか、はい、その方々もアルコールは飲むんですか、はい、ね、飲みます暗記通師匠だけですかアルコールは、ね、僕飲まない飲まないのは僕だけです、うん、僕だけ飲まない、ね、でもすごいよねそう朝まで飲んでてさ、うん、その日そのまんま会議やって、はいはい、頭入んないじゃん会議なんか頭入んないよでその後一席やんでしょ、うん、その後一席やるよそれはね頭入んないし出てこない、うん、あの飲んでる飲んでないの問題じゃないブロックチェーンだもんそうだ、ね、ブロックチェーンはちゃんと記憶されてるからおかしい出てこない全然出てこないもん、うん、やり慣れてる話やったのに全然出てこないんだもん立川流だもんですか小白さんはどうなんですか、うん、ああ僕はあの毎年年末は西成で年越しライブがありますので確かに、うん、年越しライブねだ元日にだって立川流は集まるわけじゃないですもん、ね、2日ですか2日ね2日ですもんね、そうそうそうだから、今年も集まったんですか2日集まりましたけどねだから31から30に入るの西成には今年は早かった29かな入ったのはじゃあ30、31で2日やるんだうん29からやったかな29、30、31、うん、3日やるんだいやいやあの1日2公演とかやるからいろんなところですごいね、うん、すごいなそうだからあの公演数の問題じゃなくてね、うん、あれば行くんだけど行って、うん、で年越しライブが終わって、うん、で翌日1月1日は、うん西成で卓球大会があるんですようーんそれに参加する元日からやるのそれ卓球大会しかも外寒すぎだよそんなもの外でもうラケットとかももうこれ10年このまんまだよなみたいなやつを卓球大会大会何人参加するのそれそれはもうその時その何三角公園に集まっている人たちでやりたい人って言ってそれなんかあの優勝するとなんかもらえるとかね2回勝つとカップラーメン3つもらえるあすごい、はあ、2回勝つだけで2回勝つだけですごいすごいうんそっから大変やもすげえ風吹いてくるから外だからね、うん、外で卓球やるさどういうことよ考えてみりゃねあの球風に弱いし弱いんだよだいぶ風に弱いですよ突風とかでもうねそうだってものすごいサーブとか打てそうですけどね隔たれるものが何もない公園の真ん中でやるからすごいね、そうすぐ魔球が魔球打てますよ魔球打てるよカジカも手であんた、うん俺も2年連続で俺2回勝ってるから毎回カップラーメンでカップラーメン俺2つ3つ手に入れたらいるっつってあげると嫌な立川流演歌演歌しいいよいいよいいよっつってそれ例えば、うん、その3日間にあのこういういやらしい話ですけどこのお金は発生するんですか発生はねさせるのは俺の腕だねうんそれ どこだ役所にってことうん違う違うそこにいる目の前の客に俺タダでやってんだからタダで聞くつもりなのって言ってはいあなるほどねうん、うん、それだ大人なんだからいいんだよ払ってって言うと、うんはい、じゃあ向こうが1キド払うとか言ったら1キドいや絶対無理スマホ持ってんだ持ってないじゃんもう忘れてた、うん、1キドね1キド1キドどっかで聞いたね、うん、そんな前じゃないと思うそんな去年ではない去年もう年は越してるからあ年越してましたもうあの去年の録音の段階で年越し一発目撮ってるから、うん、あれあの会社潰れたんですか潰れてないまだ伝統社去年作ったやつだから伝統組だからあ伝統組ね、うん、組だ伝統組、うん、そうそうそう伝統組そうかまだ潰れてなかった潰れて全然潰れようがないよ赤字出ねえんだもん
そうそう、あ、分かんねえ、俺のその交通費がすげえあるじゃん。赤字部門だけ切り離されたわけでしょ。そうそうそう、俺は赤字だから切り離された会社の。こうやったらその赤字の部分もだって軌道換算しなきゃいけないわけ。そう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 、軌道換算しなくていいよ、そんな。なんで、うん、交通費軌道換算しなきゃいけない。軌道換算なんかしなくたって俺のそれは支出と収入でやればいいんだ。そうだから外部との接触は日本円でやってる。うん、こしら経済圏の中では、ね、中では軌道だ。信用できねえわ、そんなところ。こしら経済圏の中に新幹線とか通れば、うん、使えるけど。そうですね。そう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 。うん、そうですね。今のところ通ってないから。今のところ通ってない。何も通ってない。東京駅の改札で揉めてる兄さんとか見たくないもんね。なんで、なんで軌道で入れないんだよ。これだけ入ってんだろうけど、見ろよ、軌道、軌道っつって。まさに軌道線じゃねえのかみたいな感じでね。そんなに欲しからくれてやらって言ってるっていう男子師匠みたいな。やめてください。立川流の話をこれからするのにやめてください。志らく一門で集まったりはしないの？それがね、しなくなったんですよ。え、前はしてた。前は2日がね、新年会でしたから、新年会の前に師匠のうちに集まって挨拶するってのがあったんですよ。でもね、3回ぐらいかな、それやったの。もうなくなっちゃって、うちの師匠が面倒くさくなったんだと思います。だからもう直接あの根津の男子師匠のうちの前集合にしようっていうふうに存命中から。存命中そうなったんだ、もうすでに。そうなったんです。それで今は、パーティーの会、今はお墓参り。あ、お墓参り、うん、お墓参りで集まるんですね。五穀寺でしたっけ。五穀寺ではないです、ね、駒込だね。まあ本駒込と、ね、あと東大前の間みたいな。うん、なんか、あの T 字路のこっち側にあるんです。そう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 、T 字路のこっち側。そうですよ。どっちから行くかによってこっち側が変わってくるけど、 T 字路のこっち側には間違いない。見たら分かんだろ、こっち側っつってんだ。だからどっちから行ってっか分かんないじゃんよ。おめえが何の駅でってどっちに向かってんのかさ、聞いてりゃ分かんないよ、ポッドキャスト。分かるかどっちからでも来れんだよ。日暮里館から行ってるんですよ。日暮里館から行ってんだよ。覚えたね、3回でやっと。いや、覚えたと思ってるでしょ。違うよこれ、たまたま当たっただけだから。口にすることによって覚えるだんだん ね、 そう、うん、俺よく言える。そう、この間もやってた、ロケ会で。なんで言うんだ、かんで。千代田牧祭が出てこなくて。出てこないよね。千代田牧祭さん、千代田牧祭さん何回も言った俺。何回もよくいる、そういう人。うん、そう、千代田牧祭、はい、忘れないように言ってくれないと。そう、相手からその相手から名字を聞くまでは名字を言わないで、言わないでおいて、うん、名字を聞いた途端にもすぐ一歩連呼しだして、ね、鈴木さんさ、鈴木さんさって言う人でしょ。よくいるよそれ。俺だよ、俺それね、俺だから、知ってる、うん、知ってるっていうやつでしょ。というわけで日暮里館です。違う、日暮里館の話じゃないの。そうそうそう、元日の過ごし方ね。卓球大会終わって、僕卓球大会終わって、で、それ、そう、卓球大会終わって西成でもう一泊する時も、もう一泊してテニス大会が、テニス大会はない、卓球大会ない。だって お墓参りするのって朝なんでしょ。そうです。だからそこまでに帰ってきてればいいの、東京には。うーん、もう一泊して2日の朝東京戻る時もあるし、その卓球大会終わって東京戻って東京で一泊して、それから私あの自分の着物預けてるレンタルコンテナがあるんで、そこ行ってあの荷物、自分の紋付き袴出してきて。レンタルコンテナ略してレンコンで、レンコンでね。レンコンに、おうおう、レンコンだけに穴も開いちゃったよみたいなね。いや、ちょっとよくわかんないですね、それは。褒めてくれよ、褒めてくれよ。もう恥ずかしいのやったんだからさ、突き放すのやめようよ。マロコアイさんの気持ちが分かったか、少しは。前から分かってたわ、そんなの。レンコンだけに着物に穴も開いてるよ。今のはマルコの分だ。立川流全員集まると結構な数いるでしょ。だっていっぱいいますよ。お墓参りをするって言って、それは集合場所にこうなんか整列するの。だからまあまあダラダラと集まってきて、だらだらで、あ、始まりますってなるとトップから、トップは自然と流馬匠、流馬匠が先頭歩いて、もう今は文字付け師匠がいらっしゃらないので、流馬匠から先頭にずらーっと並んで。小白さん大体どの店員にいるんですか。僕はね、シララが基本来ないんですよ。っていうのがシララがその後の、新年会の司会を毎年やってるので、司会の準備があるからお墓参りに来ないで、その司会の方の準備をしてるんです。なんでシララ目線なんて、どの辺にいるのかって。シララが、だからシララがいるかいないかで僕の位置が変わってくるので、シララの方が上になるわけですよ。
あ、そういう順番で並ぶってことですか。そうそうそう、交番で。あ、交番で並ぶんだ。うん、シララの方が上だから、シララの、がいた場合はシララの後ろ、うん、でシララがいた場合はシララの後ろに僕が来て、シララシラの違う、孫弟子で言うと晴れの助、シララシラの僕なんですよ、シララがいる場合は、うん、でいないとシラの僕晴れの助みたいな順番で、なんで分かんないんだけど、分かんないんだけど、うん、なるほどね、謎なんですよ。あ、それは、うん、ひょっとして晴れの助さんがシラの嫌い、うん、いや別に嫌いというわけではなくて、だってそれだって晴れの助、シララ、シラの子しらでしょ。そう、シラの子しら、晴れの助でしょ。その共通点は、うん、晴れの助とシラのがくっつかないってことですよね。いや違います、シララは晴れの助の弟弟子なんですよ、ずっと、うん、最初から、うん、晴れの助の方が上なんですよ、うん、だからシララは晴れの助を兄さんって言ってるから、うん、晴れの助はシララの前に出ることは平気なんですよ。うん、ただ僕は入った時は、晴れの助より上だったから、うん、晴れの助は僕の上に出ることをなんか躊躇するんですよね。だからシララがいる場合は堂々と僕の前に出れるけど、晴れの助っていつ真打ちになった？だって孫弟子初はあなたたちでしょ。そうですよ。だったら下でしょ、交番。晴れの助。いや、真打ちになると戻るのが立川流です。あ、そうかそうか。そう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 。わけわかんなくない、覚えて、広瀬さん、覚えて、立て替えりはそうだから。いや、そうだけど、覚えてお願いですから。いや、そ、なぜそうなのって僕聞かれたことあるから。あ、そうですね、なんででしょうねって言った、落語作家の方から聞かれたの。落語作家のくせに知らないですか。いや、なんでそうなるか。要するにそのね、修行期間を、うん、苦痛に耐える期間と、うん、要するにこの状態じゃあ嫌だっていうことから逃れるための期間と設定してるからじゃないですかね、最終的に。つまり、あの、交番が入れ替わる、つまり先に真打ちになられちゃったら先輩になっちゃうのは嫌だろ、うん、だったら頑張ってやんなさいっていう期間にしてるからじゃないの、うん、だから真打ちになれば、うん、なればその苦痛から解放されるんだよ。まあ男子師匠があれですよね、新潮、うん、師匠と連絡しちゃうんで、そう嫌なんですよね。嫌だった。支援兄さん、そういえばどうなってんの。支援どうなってんのってこっちが聞きてえわ。真打ちになるんじゃないの。え、なるの。まあ、え、その噂聞いてない俺。だって獅子丸兄さんは真打ちになったんでしょ。うん、だ順番としたら先に支援の方が全然先だ。支援兄さんの先でしょ。支援兄さんどうなってる。それ言ったら楽寺、楽寺調べよりも支援の方が先だよ。え、そう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 、なの。そう、そう、ただ下手なだけだよ。いや、下手かどうかは俺はちょっと同業者だから判断つかないですけれども、それは広瀬さんの一存にするしかないですよ。つまらない。だからそれもさ、同業者と近いからね、はい、俺何にも言ってないですよ、今のくだり。うん、言わなくていい。何にも言ってない。それは言わなくていいよ、はい、ただもらっちゃうだけになっちゃうから。そうでしょ。うん、やめといた方がいいよ。そうだよ。俺は多少もらっても平気なキャラだけど、万吉ちゃんは危ない。今立川流の真打ちの交番って、そうすると、うん、正解は僕に求めないでくださいよ。でもそこに男春志らく、まあ、雲水昇進雲水、あれだから、結局キウイさんってどこに位置するんですか。分かんないです。雲水兄さんあるんじゃないですか。昇進雲水キウイ、分かんないです。分かんないね。僕に聞かないでください。まあ、ね、でも志雄兄さん、志雄兄さんの後か。志雄キウイじゃないですか、ね、あ、そうかもしれないですね。そうだったかな、キウイさんの方が上だった気がするな。だからあれですよね、その、正月が2日に、うん、の朝に、うん、そのお寺さんの前に行けば、うん、初めてその真打ちの交番が明らかになる。それがね、たまにね、遅れてきたりするんですよ。あれ、なんで土俵亭の人最後なんだろう。土俵亭は来ない人始まんないから。度胸ってまず最初よ。あ、そうか、うん、じゃあ、間違いなく来るし、うん、来るし、うん、ただ途中ポチポチと、はい、遅れてきたり、左平次とかすげえ遅く来るから。お前一番最悪じゃねえかよみたいなのがあったりするから、だからそこはね、そこでは分かんない。お墓参りが終わって、うん、終わった後、みんなでパーティー会場移動して。そう、パーティー会場移動って結構距離ありますよね。あるあるある。どうやって、マイクロバスが、うん、それ席は
好きなもん同士。好きなもん同士。あ、そうですか。ええ、何台？一台ですね。え、何人ぐらい入るんですかそれ？いやでもあの入りきんなかったやつは前座とかは別で行ったりとか。歩いて行くの？あるうん。タクシーじゃない？タクシー。うん。かえってお金かかるしね。うん、そっちの方が。かかるけどもしょうがない。マイクロバス。マイクロバス。へ、じゃあやっぱりあのどの辺にどういう人が座るんですか。いや別に決まってないですね。もう とにかくなんか早く乗んないとあれだみたいな空気になるんで。偉い人が一番後ろにこう。いやだってあのそれがバス旅行だってなったら、うん、席取り、うん、大事かもしれないですけど、うん、わずか乗ってても5分10分ぐらいですから、うん、適当ですね。なるほど。今回は僕隣が男系師匠、右隣が、で左の補助席が断固でしたから。うーん、笑い、なんで笑ってんの？いや、なんか断固って顔思い出しちゃった。いやいや顔で失礼だな。顔思い出すよ。俺断系断固よ。だって俺って両方顔面白い2人に挟まれちゃってるから俺断系断固だよ。その図を想像したらおかしいでしょ。断系断固だから両方断系断系じゃん。うん、そうだよ。断系断系面白いね。断系そうだから断系師匠に断系師匠あーなんだよ。最近ちょっと断固がちょっと本気でね僕に惚れてんなんかねえだなみたいな。変なの。本当に適当に時間潰してんだね。そんな本当に本当に無駄な時間だね。そう、うん。新年会ではなんかいろいろ発表があるんですか。新年会でね発表があるのよ。これが1時間半つったじゃない、うん、ね、あの、うん、集まって、うん、で、まあパーティーがやるんですけど、パーティーの前に一度みんなで集まってちょっと新年の挨拶を代表からあって、うん、その後あのみんななんかちょっと今後建て替え流どうしたいっていうのがあったり、あと報告、今年昇進するものがいるんだとしたら報告だったりなんだりっていうのがある時に、大体ねその時間が1時間半つったじゃん、うん、15分で終わる。ああそうですか。昇進する報告、うん、これが昇進しますとか、あるいは去年昇進しました、去年昇進しました。そう、事後報告、事後報告、それもありなんだ、まあ、あったりとか、あとはじゃあ今後この立川流をこうしたらいいんじゃないかみたいな話をチラッとするんだけれども、それを振り返って煮詰めるタイミングはないのよ。立川流は1年に一度しか集まらない、そこで集まるだけだから、七夕のような。そうだから去年何の議題があったか誰も覚えてないし、なるほど、ね、何が問題かと言われたことも分かってない、うん、からもうその場で決まることだけ、うんうん、例えば今度あるこの回でこうしたらどうですかみたいなのがあって、あいいですね、じゃあそうしましょう。終わるっていうのが短いよ。うちはもう今はだから真打ちとか2つ目に昇進は報告するだけ。そうですね、おのおのの師匠がっていう感じですね。で少なくともその孫弟子、ひ孫弟子最初のその二つ目昇進を今回僕の弟子がやるっていうことなんで、だからなんか出るかなと思って言ったんですけど、特にあの反対意見もなく、まあ、反対意見が唯一あったとしたら、なんで師匠のこしらは靴履いてんだみたいな、うん、それぐらいだったんで、別にひ孫弟子をする、なんで師匠のってその関係ないんじゃない。師匠のこしらの坂本龍馬はなんで靴を履いてるんだ。そうそう、うん、坂本龍馬だからだ。そう、なんなんなんそんなスニーカーみたいなの着やがってみたいな、革靴だろうどうせならみたいなこと言ったら、まあ、誰とは言わないですよね、うん、したら革靴っていうのは本来そういう、めでたい席ではダメなんだみたいなこと。俺関係ねえところで始まっちゃって、すごいね。かわいそうな歌詞名入り乱れてますね。そう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 、そんなことがあったりしたから、歌詞名が、2つ目になるってことを報告したのは小白さん、僕がしました。志らく師匠とかじゃなくて、いや一応あの志らくからも許可をもらってっていう言い方はしましたけれども、二つ目にしますと言ったら、やっぱ僕に対する文句は出たけれども、うん、弟子を二つ目にすることに対しては文句出なかったんで、うん、OK なんだなっていう、志らく師匠が OK したんだろう ね今も飛ぶ鳥を落とす勢いの志らく師匠だからね。本当ですよ、もう鳥が一番もいなくなっちゃいましたよ。あんなに落とされちゃったら飛ぶ鳥 ね絶滅危惧種ですよ。いやそれで今年は、うん、篠介師匠がね途中で帰られたってい
ていう。そうですね、まあ毎年忙しいですからね。よく知ってるね。いや、志らく師匠がツイッターでね、全員集合写真を上げて、小西之助師匠いないのは出席はしたけれども変えられたのだという発表を志らく師匠はされていた、うん、でその写真を見ると誰がいて誰がいないかがよくわかるんですけど、おっとでもそれをね、小志らさんはね言及できる立場ではない。はい、ね、そうですよ。立川小志らくん記憶にございません記憶にございません。記憶にないというのはどういうことなんですか。おかしいと思いませんか。失念してしまいました。資料が残ってるでしょう。資料がございません。何なんだ、シュレッダーにかけたって。全て破棄しましたどうなってんだ今日は。結局誰が来なかった後日弟子のかしめから改めて報告させていただきますなんでやねん、 なんで弟子に押し付けた、その大変なこと。でも あれですか、お年玉はあの前座にあげたりする儀式っていうのはいつ。あります、あります。いつやるんですか。いつやるって、なんかね、あの命名ですね、うん、あの命名が隙を 見計らって、でそれこそあれでしたもん、お墓参りする前にお年玉配ってるやつとかもいましたから。だからここっていうのは決まりないですね。昔は家元から、あ、家元からいただくという儀式はありましたよ。いただくね、うん、で手拭い渡すんでしょ。手拭いはね、もう置いとくんだったっけな。ああ、そうなんだ。あ、亡くなってからかな、それは。うーん、いやー、家元に手拭いを渡したかどうかちょっと覚えてないな。で今は、お互いにこう手紙、手拭いの方かやり取りとかあるか。は、本当にやりたい人だけしかやってないですね。あ、うん、だからたまたまテーブルで一緒になって隣同士になって交換しようかみたいな、気心が知れてる。そのテーブルの着席は席決まってるんですか。うん、着席はあの毎回くじ引きで、くじ引きで、なるんで。くじ引きするんだ。うん、あ、じゃあ結構誰となるか分かんない。しかも時間かかりますね。うん、だってパッと引いて E とか F とかになって書いてあるね。あ、席が書いてある。要するに席を引くわけ。席を引くだけだ。今年はどんな感じだったんですか。今年はね、左隣が、段之助師匠、右隣が晴之助。あ、うん、なるほどね。っていう、あの比較的あのダメな人が集まれてる。やめなさいよ。だって段之助師匠の隣ワンダだからねほんで話題の支援も同じテーブルだったからね。話題のね、支援さんどうすんだろうね。ワンダさんがね、真打ちになれるぐらいだったら支援さんだってね、うん、まあだから今おのおのの師匠に真打ちの基準がもう移っちゃってるので。志らく師匠はだって支援好きだっ って好きですけれども、やっぱ厳しく見てますね。うん、うん、だって前座をねあれだけやっぱり厳しくやっちゃってるし、あ、でみんな真打ちに上がるって言っても、だって七丸だってこの間前座に一回落とされましたからね。まあそれはでもあれでしょ、うん、みんな落とされた時でしょ。まあそうですけど、真打ち決まってるやつを落とすって相当じゃないですか、うん、まあ、それをね、うん、それに対する異議は出ないんですか、立川流の他の。全く出ないですね、ええ、そこの一番はそこでやってくれみたいな感じなんでしょうね、きっと。でトライアルをやる志らく一門。いや、わかんないです。それはもううちの師匠が今後どういう方針にするかっていうのは。でもトライアルをやらないで真打ちになった人いないわけでしょ、志らく一門では。いや、なんかトライアル的なことやってるんでしょ。そっか、みんなやったかね。獅子丸もなんかやりました。白良もやったね、あれ立川一門合同トライアルみたいな。白良の時はだからその、1回だけしか来られなかった。そうで志らく一門から退去真打ちになった。うん、うん、ありました、ありました、楽長、白良、白玉、白玉、うん、だからそこが、毎年ルールも変わるし、うん、こうだっていう決まりがないから。で、あれですよね、今年はあれですよね、篠原さんが真打ちになる発表があったんですよね。ありました、ありました。ツイッターでも本人もね、うん、言われてましたからね。僕も一緒に写真撮りましたもん。お、すごい、うん、撮っていいって言って、真打ちでいいって嫌がられなかった。嫌がらなかったですね。多分俺のこと分かってないんだと思う。誰だろう。ファンの方がね。うん、ファンの人かと思ったかもしれない。ファンのね。いや、篠原さん。篠原さんはあれですよね。この1月に明治座で、うん、明治座出演してる。すごいね。今ちょうどやってるんじゃないですか。そう。収録の時点ではやってますね。うん、明治座で。
篠原さんの落語が原作のお芝居をやって、うん、篠原さん自身も謎の語り手として出る、うん、坂田三吉物語ね、うん、面白いですよ。そうすごいね。またね、坂田三吉物語ね、よくできた話なんですよ。素晴らしい。まあまあ、どんな話か聞いちゃうとね、広瀬さんの口からあんま聞きたくないから。そうね、ぜひ本人のね、やりますよ落語、うん、やる回がありますよね。絶対あると思うのでね、皆さんね、そちらも、うん、広瀬さんの口からではなく、そうですね、本人のね、うん、作品を聞いていただければなというふうに思います。そんなわけでね、はい、もう時間、もう時間です。あれ、結構時間です。そうか、もうそんな時間ですか。はい、あ、まんまるさんを2つ目にしたのは基準は何だったんですか。いや、幹部決定です。あ、はい、あ、もう 一問で幹部決定です ね。満喫師匠が提案するの、そういう場合は、そろそろどうでしょうか。いやいや、提案はもう幹部から。あ、そうなんだ。やっぱちゃんとした組織なん。あ、組織としてちゃんと。でもね、なんかそういうの聞くと、やっぱそれなんだろう、理事会とか幹部とかあるところはちょっといいなって思っちゃう。あ、まあまあ、うん、ね、その線引きの問題ですけど。そう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 、うん、いつの間にか理事会がなくなるって。そうね、なくなってしまいましたからね。ないんだから、うん、理事会すらないっていうね。素晴らしい。毎月集まってますからね、オイラ。それはすごいよね。うん、そんなわけでね、うん、立川流の明るい明日に向かって。そうです。新真打ちもできたし、あの、はい、円楽一門会も真打ち2人できます。おお、楽しみだね。4月1日から、うん、宝生、三遊亭宝生と、うん、三遊亭楽大の2人が真打ちになりますので。おめでとうございます。ありがとうございます。ぜひとも皆様、そうですね、うん、足を運びいただきたいと思います。俺面識ないから来ないよね、ハガキとかね。いや、来なくても祝儀は俺預かる。まあ、全然、うん、全然案内なくても祝儀は預かります、俺が。パスモ払いでもいい。いや、木戸払いでもいい。木戸払いなのにいくらでも払えるから俺。いくらでも払えるから俺。言って言って、いくらでもあるから。そうですね、ちょっとお祝いですからね、皆さんね。4月1日から。ちょっとチェックしていただければな。延吉一門会にそういえば伺わせていただいたんですけど。ありがとうございました。いや、あの時にね、うん、最後にあの三本締めをする時、うん、寝年の方って、うん、僕寝年なんだけど、うん、手あげないんだ。手あげない。一人しか手あがんないんだもん。そうで、寝年なのに手あげてない人がいるでしょみたいなことを言ってましたけど、それあげないよってそう、寝年だけど、あげたくない人もあげてくださいって。あげてください。あげないの。だからそこは広瀬和夫さんあげてくださいじゃないとダメよ。いや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 、それはね、もうそれはもちろんだって。そんなことは、そう、そういう、あの、延吉一門会ですか。そうなんだ。俺絶対するわ、俺絶対するわ、そんな。いや、それは見かけたら。読売ホールで一之輔さんに言われたからね。広瀬和夫さん、早く席についてくださいとんでもない男だね、本当に。読売ホールで、そこでどっと笑いが起こるのが嫌だ。まあでも受けないと嫌ですね。そりゃそうですよ。それだけやられてね。どれどれみたいな。そう。要するに有名人ってこと。そこで笑いが起こるのはちょっとホッとするけど。滑るとね、俺の成果ってなりますからね。白鳥さんがだから落語に僕を出すのは本当にいつもドキドキする。ああ、受けるかどうか。そう。この間もまた言ってたから、本当にもう。あ、そうです。要するに。落語評論家って広瀬和夫以外にいるのかとかつって、よせよ、ここにいるかもしれないだろうとか言って調子の方にいたって、周りでこっち見て笑ってるからよかったと思って。それは以外の評論家がいるかもしれないの話じゃないんですか。だからアンツルさんの話をした。アンツルっていう人が新作落語は邪道だみたいなことなんだって、うんうん、評論家って広瀬和夫以外にいるのかよっていう。そうそうそう、今モノマネしたんですよね。見てましたよ。いるわけねえじゃねえかよとかいう感じなんですね。料金がいい。なんでモノマネ合戦に。対抗しようとすんな。俺もう白鳥 VS 旦那城。架空対談だね。噛み合わないですね。噛み合わないですね、それはね。じゃあ、ということで最後ね、じゃあ、伝統組の社長から、じゃあ、伝統組の社長から指示で挨拶ということでね、皆さんね、このまま騙され続けてるのが一番幸せということになりますので、現実を見ないようにね、生きていただければなと思います。そしてね、春には始まると思いますのでね、新日本の話芸、もっと新日本の話芸の、ね、落語家の方も確実に決まったら来てください。
切にお願いいたします。はい、新日本の揚げポッドキャスト。